何か興味があったら、ぜひそれを自己トライしてみてください。自分が興味があるなって感じたことがあれば、それを恥じずにチャレンジしてみてください。しかも大人に、もし大人になって何かこれがやってみたいなって思った時も、それは決して新しい何かを学び始めることに遅いってことはないので、自分に自信を持って、そして将来こういう風になりたいなって思った思うことを、 自分の中に持っていれば、もし失敗してももし自信を失うことがあってもその夢があれば立ち直れるので是非自分の夢自分がこうなりたいっていう姿を早いうちから想像してみてください。